り言いますと、本当に超スーパーざっくり言いますと、あの4日間断食断食して踊り続けて、母の体と繋がって、それを実際にやるためにピアスをですね、胸に入れるの？はい、まあ、ピアスって言っても、中心の末期ぐらいあるんですけど、太い、それを入れまして、こうやってやってで、最後それを引きちぎります。うわー、痛そう。まあ本当にですね、超ざっくりなんですよ、これは。もう話これ、サンダルの話をすると、まあ、一晩ぐらい必要なので、超ざっくりっていうことだけちょっとあのご理解いただいてお話をしますとですね。で、まあ、なんでそれをやるかっていうと、母の大腸とつながるためにやるんですね。で、4日間断食断食をしてて、歌い続けてやると、もう超疲れちゃうんですよ。もう全然踊れなくなるんですけど、あのピアスして、これを聖なる木と結びつけるんですけど、結びつけた瞬間ね、繋がったって感じがするんですよ。来たみたいな。それで、ランチの人も全然つけてるんですけど、繋がったエネルギーみたいなのがうわってくるんですよ。誰でもなれます。え、女の子のおかんですか？女の子はつけないです。それは生まれ変わりの儀式としてやっていて、女の人はもう毎月に、そう、それでやってるのもいいんですけど、月に1回ぐらいそれをしないと、たまるばっかり。それで、これ、たまるっていうのが、これはへその方も血入れるんだ。血バリバリ出ます。まあで、生みの苦しみたちは与えられない。僕も感じるってことだから、それをすることは、女性に最大のリスペクトを払う。それぐらいで、あなた欲しくない。そっちか。生みの苦しみ。そう。で、それをして、で、それで繋がった瞬間、あまりにもエネルギーが来るので、これどうしようかと思ったら、もう歌って踊るしかないんですよ。踊ってしまえる。もう歌って踊るしかないっていう。もうだから歌と踊りってここから来たと思ったんですよ。だからない、まあ、繋がった感じ、もう表現しようと思ったら、もう歌になっちゃう、踊りになっちゃう。で、逆にその状態じゃなくなった時に、その歌と踊りをするとその状態を思い出す。あ、それが文化なんだな。だからその3ダンスっていうのを4日間で、肌を大事でこう繋がって、こういろんなことを感じて、で、実はそのウォークっていうのもインディアン始めたウォークも全員ほぼ3ダンサーが初めてウォークなんですよ。3ダンスっていうのは限られたブランドだったんですけど、それは世界に出てって一歩一歩ということで繋がる、そして感じたことを話す、伝えるのが3ダンサーなんです。セレモニーの中ではなくて、普通の生活でサンダンス、そのインドネシアとつながる中でメッセージを伝えるのがサンダンスというので、それと同じ意味がこのウォークに込められているということでございます。どうでしょうか。イエイエイ。この日の写真がございますので紹介します。え、はい、もしかしてこれサンダースポーツです。これ僕の名前が載ってるんですけど、わかります？左の下の方が。ああ、山田。山田なんですけど、矢みたいになっちゃった。矢みたい。残念賞。まあ、そういう。まあでも名だたる小さな中に僕の名前載ってる。まあありがたいと思います。これ、サンダースこういうところで、本当です。そうそうそう、トリックになってる。で、まあ、あそこにリピがあって、まあ、アイコでやるんですけど、はい、で、これが引き続き、あー、ねー、やだ、やだ、笑ってる、笑ってる、信じらんない。これが引き続きったんですけど、笑顔満点みたいな。すごいなぁ。それで、あの右の胸に何かついてるの分かります？うん、あれ実はキノコです。
すげえですね。あの肉の胸に入ったピアスがちょっと深く入りすぎて、ちょっとやめ、血がね出なく止まらなくなったんですよ。それでキノコで詰めたの。そう。それで血が出すぎてるからメディスマンが来て、お前そろそろ倒れるぞって言われて、そうですかって言ったら、よし私がいいものあるって言って、うん、あのパフパフに乾いたキノコをくれたんですよ。あ、それを貼り付けた。それをこうやって貼っつけたら、それが血をブーって吸って、ちょっと膨張してここくっつくんですよ。そしたら血が止まって、あ、止まりましたって言ったら、よしよかったなって言って、じゃあ1日間あのそれをつけておくよって。1日間キノコをつけたまま過ごしたっていう。キノコマリオ、キノコマサトの男性のおっぱいに。そんな、はい、でこれが3段差、真ん中の黄色っていうのはデニスバックスボックスで、後半が始まります。後半はこういうルートで行きました。ぐるっと回ります、はい、大阪、大阪ですね。この左のピンクの服着てるハルさんですね。この人は日本人のサンダンサーの大好きな方です。この人は10回ぐらい踊ってます、ね、だ10回引きちぎってるハルさん、この人のところからこう、カミューさんで若さです。これ追い切りますか。あと山を通って、ここ琵琶湖に降りてきて、ここからですね、目安右に虹があるんですけど、あ、本当だ、はい、虹この日がですね、8月31日虹が見えました。それ次、これあのアオサギの、これ山地くんって言うんですけど、まあ、これ彼がアオサギの羽をゲットしました。僕たちのウォークのですマスコットアニマルが、あそこにあるんですけど、アオサギなんですよね。アオサギなんですけど、なんでアオサギかっていうと、2010年のウォークの時に長野のところ歩いてるシャーマンのところがあって、その家を出る時にあのその家の木にアオサギがバッと止まったんですよ。何十年かそこで暮らしてたら、青崎はその人にも初めてだった、それであのメディスンホイルって本なんですけど、あれに見たら青崎っていうのの、そのスピリットが表しているのは、全ての命が兄弟であるということを知るための旅をリードするのが青崎が伝えたと。やったと思って、それから青崎をマスコットアニマル、ミラクル、ミラクルなんですけど、まあ、それをあのしていて、その羽をですね、ゲットしたんですけど、次の日、これも満月だったんですけど、満月の日にそれゲットして、琵琶湖やね、琵琶湖で、これ、まあ、9月とかに、時代ですけど、もうダブルレインボーでございます。すげー、僕たち、もうすごかったですね。セブンイレブンの看板もレインボー。セブンイレブンなところがまあ現実っていうことでね。あとレインボーある。ノーマルにレインボー。ならば。セブンイレブンとかセブン。そうか。確かに。まずこれ関ヶ原。でこの日も滲みました。3日連続滲みを、この辺からもう滲み滲みですね。三坂峠行く、そこで長野に入ります。大鹿村ですね。大鹿村、ここはちょっと今リニアモーターカーがですね、あ、できそう、できそうで大問題なんですけど、まあまあそこはボブさん家の家の前に通りそうだ、なんか絵に描いたような組み合わせですね。もうリニアモーターカーはもう手が、まあ、ちょっと見つかった大鹿村通る、で、大鹿村でですね、これ僕が持ってる棒上がります。これロバート・スティードっていうシャーマンなんですけど、その人が大鹿村に行ってセレモニーをした時にあのご縁ができて、この上にヘラジカのですけど、あの角がついてますけど、これがあの授けられてますけど、ロバート・スティードっていうシャーマンはすごい人で、あのみんなですね、部屋を真っ暗にしてセレモニーをします。したら参加した人がなんかこう精霊を見ちゃうらしい。全員見るんですよ。光って、ある人は手で触られて、
来たその痛いところが治ったの、ね、すごい、で、もすごい疑い深い人がいたんだけど、どう考えてもそうだとしか思えない体験してしまうので、信じちゃうっていうすごいシャーマンのロバートスティックの人で、この人がその大鹿村で住んでた人に、あの将来、近い将来、もしかしたら原発がいっぱい並んでるところの原発に何かあって、事故が起こるっていう予言とかが、チェルノブイリの原発にあって、まあその人のその一つのまあいろんなもっとね癒しのもっといろいろと思いますけど、その人のその杖を大島村で預かって、で富士山の命と松山に運ぶっていうのがあって、でこれ持つとねみんな歩くの早くなるんですよ。重たいんですけど、よくわかんないんですけど早くなるんです。なんか憑依系、憑依系漏れてきちゃうんです。でこれで、ね、こう持ってる人は必ず先頭歩かなきゃいけないので、先頭だから自分がどんだけ速くあんまり分かってないらしいんですよ。もうどんどん速くなっちゃって、ここまただもん。そう僕はあの森人に選ばれたのに、あの守り人を任命されたので、僕は持ってない時も必ず後ろについて何かあったらって思ってて、あのイーグルスタッフの後ろについてたんですけど、迷惑なことたまらないみたいな、別にそこまでもうまあこれも素晴らしいものだけども、そこまで速くなるものじゃないし、女の子が持ち出したら、なんか今まで間近だったのがいきなりなんかもうヘラ近になってぐいぐい歩き出すんですけど、まあ、そんなすごい力を持って大を授かりました。で小さな命の祭りに行きました。小さな命の祭りでもまあこういう輪を開いてますね。でこれがですね、山梨県の甲府なってきました。それからこの日が虹も出てるんですけど、この日ですね、持ってるあの大ちゃんって男の子がロバートさん、虹出してくださいって言ったんですよ。今日は虹が見たいですそしたら虹が出ましてですね、虹がだんだん濃くなっていって、ものすごく素晴らしくなってきたんですけど、そしたらね、わかりますかね、これちょっと見づらいんですけど、虹がね、40になったんですよ。これ、ね、下にあるよ、ね、下に、わかります、ピンクのやつがバームクーヘンみたいな、1、2、3で、そう、赤が1になるんですけど、一番上と下にこうバームクーヘン状の虹が出ていて、これが今30ですよね、それで、そして一番上の手元にもあるから、これで40なんですよ。これがね、肉眼で見るともっとくっきりしてて、すごくロバートさん、40の虹出しちゃったみたいな。おお、この辺まで来る、うん、すごい40の虹状ですね。まあ、これもね、まあ、こういう住宅地で見るっていうのもありつつ、はい、見てしまいました、私。イエイエイ、イエイエイ。あのレインボーソングっていうのがあるんですけど、チャラッと歌っていいですか？じゃあ二乗。あの体もこれ、ね、ちゃんとだからすぐ終わります。ドラムいない。あ、ドラム。じゃあみんなこの二乗を見てる感じになっていただきまして、はい。いいですか？やあ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 、yeah.
んな感じで虹を見てみんなで歌います。でもまあ本当に神秘ですよね。すごいな。すごいね。なんであのタイプ。はい。でまあ命の場所をしまして、ね、いろんなセレモニーをしていただきました。これ爽やか霊界的って言うんですけど。まあすごい集まりでしたね、命の祭り。さっき言った3つのゴープのやってる人たちが全員集まったんですけど、ね。まあこれでも。で、ここからですね、命の祭りから名古屋まで走りました。セイクレットランです。で、あのさっきの棒、リレーの棒にいたしましてですね、ずっとこうやって走りました、僕も。で、まあリレーですね、山内君この格好で街を歩いてる。あ、B さんの人です。そう、B さんの人、B さんで走ってるんですよ。B さんの人はですね、この感じで本当に B さんなんだ。やばいこれで街をですね、走っていくと子供たちが追っかけてくるらしいです。すげー、なんか来たみたいな。私も追いかけたい。かなり追いかけられながらこうやって、まあ、リレーをしてですね、ずっとこう街をこうって歩いていくんです。これね、 T シャツが汗かくと、 T シャツ僕たち買い1個しか持ってないので臭くてしょうがないんですよ。だから必ず脱いで T シャツを脱いでやってます。まあ、異様ですよね。確かにね、なんか思ってた。名古屋まで歩いて、名古屋の終わり神社というところでお祈りをしました。はい、まあ、いい仲間がいて名古屋に向かいます。で、名古屋から東京です。名古屋でお祈りしまして、これ、東海道ですね。東海道のところ浜名湖ですね。すごくないですか、これ。あの左側に見えるのが富士山なんですよ。ああ、ちっちゃいの。ちっちゃいの。ちょっと時間のずれだけど、こんなに色も変わっちゃうんですよね。で、これ、浜岡玄関ですね。ここ、持って。で、この日も満月になりまして、満月、これ、浜岡の満月祭となりまして、ここで、みんなで集まってお話ししました。まあ、こんな感じで、すごく綺麗ですね。で、木を囲んで、これもう向こうに原発が見えるんですけど、原発を見ながら、あの自然の方に気持ちを持たなきゃいけないっていう、まあ、温度を続けてですね。それがまあこの農園に行ったり、この大崩れ海岸ですね、もう歩いて、この富士山、だんだん富士山が近寄ってきました。これ、あの、鷹が来るんですよね。結構来るんですよ、あれ。トンビ。いや、ごめんなさい。どうぞ。すいません。で、箱根を越えまして、箱根峠で降りてですね、あ、みきちゃん家に着きました。みきちゃん、お世話になっております。ありがとうございます。で、まあ、こういうふうに祈りの紐をつけて、お投げがもらってすごい。そう、この、あの、オレンジ色のあのやつはミキちゃんがつけてくれます。あの日からだんだんあのこの祈りのスティックはファンシーになっておりまして、よかったなと思ってるんですけど、巻いたらみんな拍手。そうそうそう。では大磯のあたりのセットにやったと思いまして、でエコービーツお世話になりました。本当にお世話になりました。エコービーツで美容師さんのまた、3月10日にもイベントがよろしくお願いします。よろしくお願いします。今、お祈りをここでも楽しかったですね。ありがとうございました。なんかスタッフ全然いなくて写真とか全く撮ってなくてめちゃくちゃいいですね。あ、本当？これじゃあ後で。あ、すいません。何も撮ってない、記録してないんで。よろしくお願いします。あ、ノブさんお世話になってます。あ、ミドウズが、はい、ミドウズ、イエイイエイ。俺もちょうどこの時行ったんですよね。あ、そうちょうど、はい、こちらさんから。あ、ですか。はい、葉山ですね。この夕日がね、すごくないですかこれ。イランカフェ、はい、の夕日がそんなだったんです。そうです。
で、これがなんで言ってたももちゃんと、はい、素材がいいもんね、すごいね、これすごい、で、またピーカリの、はい、で、次、東京も着きました。東京の国会議事堂前でですね、金曜日のなんか、ね、イベントがありまして、デモに突入してですね、ここでスピーチをして、だけどインディアの祈り歌を歌いました。その原発、ウラン鉱山のこととかね、やっぱり原発の中でやっぱり放射能一番受けちゃってるのがウラン鉱山の人たちっていうので、でもネイティブの人たちみんなすごい祈ってて、ハナの大地と繋がってるから We are still strong だっていう、すごい影響を受けられてるけど、その祈りをっていうか、みんなも苦しんでる東京とか頑張ってる人たちにその祈りを届けてほしいって言われてたので、ハナに慣れてくるとその祈りを届けたいって言うんだけど、ここでもその祈りがありました。イエイエイイエイイエイ、すごい、この後ね、高3の C 委員長が僕たちがすごい並びだったんですけど、インディアンの共産党 C 委員長で、俺ら歌ったらすごい盛り上がっちゃって、ウェーってなってる時に C 委員長が来たから、C 委員長がちょっと見たい見たい面白かった、映像で見てるってねえ、これ JR 東海本線申し入れ、JR って南アルプスのね、こんなに分からないでっていう、僕は南アルプスですね、そうすごい泣き渡って、そう南アルプス、南のおっさんがすごいごめんなさいみたいな感じそう、みんな入れてくんなかったんですよ、4人しか入れなくて、うん、入れてよみたいな、今これ交渉してるんですけど、一応その申し出に入れたのが、ロバート・シードの僕、大本線、実はね、あの時また倒れたんですよ。それ、なんでかなって考えたら、その、大鹿村行った時に、自分が何をこうやって訴えればいいのかっていうのがちょっと分かんなかったんで、どこに焦点があるか。病気になったら、あなんか僕、亀の関歩いた時も、亀の関実は病気になって、すごい熱が出たんですよ。その時も原発がもしも、あれ1秒間にね、70度の水を7度を上げてこう流すって言われていて、したら、もしも海が温まってしまったら1度止めるとか、温まったら体温がもしも1度2度上がるとか一緒に考えたら、こんなに熱が出てて苦しいっていうことなんだと思ったんですよ。だから原発のことっていうことを言われたよりは、人間に例えたら熱がずっと出てるってことになっちゃうんだと、そのことを今度思い出しました。もしもトンネルが南アルプスを打ったら、ずっとお腹に管入れられっぱなしっていう、一生つか何百年も、それやだろうっていうことを思い出しまして、だからこれ言った時に、自分のお腹に穴を掘られるような思いがするのでやめてくださいって、みんな自然の一つですっていう申し入れを持ってきたんですけど、まあね、まあいろいろありますけれども、まあ、これで4人だけこういうところでやりましたですね。まあ全然ごめんなさい、何回みたいなみたいな、でもね、こっち向けて写真撮っちゃダメって言うんですよ、JR が、これ結構偉い人出てたんですよ、バビロンが際立っちゃう、バビロンが際立っちゃう、それでこうなってるで、まあみんなでそこだから歩きました、こうやってみんな思ったり、大鹿村の若い子たちはすごいみんなアーティストが多かったりして、彼らもすごいなじみになってみんなで伝わってるから、でも富士山です、富士山に行きます、ゴール八王子です、まあ、高尾山というのを来ました、まあそこにね、ロンドンのお腹が多いです、ね、まあ、あんなことだと思うんですよね、まあ今でもまだ水はまだ大丈夫で通じてないので、まあ枯れてる沢もあるらしいんですけど、まだここは綺麗ですね、まあこんな感じで歩いてきまして、もう10月29日、いよいよもう山中湖、こんな感じで富士山が迎えてくれました、すごいっすよ、こんな感じっすよ、で、これ最後の日、10月31日
富士吉田のこれ推しっていうですね、富士港の宿だったんですよ。ここに最後されて、ここから最後かけるんですけど、残ってるんですよ。築400年ぐらいの。真ん中の人がね、このカムナベって言うんですけど、素晴らしい人なんですか、はい。で、まあ、こういう感じで、もう最初の頃だと、だんだん秋ですもん、紅葉。だんだん富士山が近づいてきました。富士山にもう大体これ、最後。ました。富士山がですね、ピンクだったんですよ、着いた時に。赤富士ってめちゃくちゃ縁起いいね。そうそうそう。ここで迎えてくれまして、まあ、ゴールですね。でもね、もう本当に10分したらまたピンク、白になっちゃう。もう超絶妙なタイミングでピンクだったんですよ。そう。で、ここに来たらしばらくここでお祈りをずっとしまして、11月3日に最後のお祈りになりました。で、その3日間の間ずっと晴れてたんですけど、この日だけ朝が曇りだったんですよ。で、朝5時からスウェットロッチをしてずっと祈りましたんですけど、最後夕方になんていうか、ワオがしてこう祈る時にですね、曇っていた、あの富士山やばいな、あれなんだあれ、これ合成でしょ、大きさがあってたから、なんだよな、これ何これ、人っていうか、うわちょっと涙出てきたよ、怪獣っていうか、なんか存在みたいな、そうなん、人ちっちゃガオーみたいな、もう本当に曇ってた富士山がガーティングみたいな、開いたんですよ。なんだあれ。あるほら、ある雲もまた存在感を出してる。そうなの。こうやってもじゃない。光栄が出るのね。うん、海さん、あとこれな。銭湯みたいな。それでまあ、こう最後、まあ、こんな感じでまたピンクになってますね。うんうん。うん、みんなでこういう感じで終わりを迎えました。ありがとうございます。まあ本当にですね、さっき左側にいるのマーキー。マーキー君です。マーキーか。マーキー君来てくれたんです。まあ髪伸びもやってくれて。あ、本当。はい。誰だ。マーキー。あ、そう、アイに。すごいいろんなお祈りをずっとしてます。まあ、本当に、まあ、去年 すごい変革の時、2012年を歩いたんですけど、本当にね、こんなにさっき言ったように、こう一歩一歩感じながら歩いて、こんなにね、自然が祝福してくれたウォークってなかったですよ。もうこんなに虹もいっぱい見て、何回目でしたっけ。7回目なんですよ。記念すべき。そうで、すごい力も入ってくる。自然界のその断りというか、と人間がもしも共鳴できれば、こんなにね、素晴らしい時は、まあ、来て今までなかったなと思うぐらい、すごい素晴らしい年だったの。そういう意味ではすごい大共鳴。あんなに虹が3日間連続出たりとか、もう神が来たりとか、もうそんなこと今までなかった。あからさまに元気みたいな、うん、っていう年だったんですよね。だから本当に今この年というか、この時そういう視点で言ったら、すごい応援してくれてる自然というか、もうそういうものがね、そういう意味では大丈夫だと思ったんだよ、僕は。うん、それを信じて、もう共鳴してくれてるか、そういう力に、そういういろんな活動を支えていって、みんなでこうやっていけたらなっていうのを、それで今アイドルノーマームーブメントっていうのが起こってるんですけど、あのカナダのインディアンもすごい危機で起こってるんですけど、その花なら大将を守るために、みんなで歌い踊ろう、さっき話したように歌って踊ることが花なら大将と共にあることを思い出すことだから、歌い踊ってのムーブメントを、花なら大将を守ろうというムーブメントをしようっていうのが、今カナダ全土とアメリカ全土と世界中に広がっていって、そういうムーブメントが世界中で起こってるんですよ。だからその世界のもそういうふうに僕たちの思いと共鳴してるし、本当に世界中にあるその思いというか、今人間界に共鳴しようとしているので、
まあ、それをですね、一つみんなでこうシェアしながら、あのこれからの、今年を、いやいやいやですね、いや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 過ごしていければと、まあ、そんなような一つメッセージを今日はお届けできればなと思いまして、こんなような写真見ていただきました。ありがとうございました。イエイイエイイエイ。それでは、なんか皆さんなんかこう、とりあえず歌聞きたい。歌いきましょうか。じゃあセブンジェネレーションブロークのテーマってなんですけど、これを。あの途中で「バック・トゥ・ザ・ネイチャー」って言ったんですけど、トゥ・ザ・ネイチャー、はい、自然と共に生きようっていう、自然に帰ろうっていうのをめっちゃしてるね。イエイエイイエ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 イ。
高最高ありがとうございました。ありがとうございました。なんかジャーさん一言ね。はい、ジャワー。いや、結構振り弱いんですけど、ね、自分はこう山ちゃんとの出会いはっていうかファンだったんですね。ハチってバンドをやられてまして。え、ハチ？はい、ハチのディジェリドゥの方ですね。え、タツヤ君とか。そうそうそう、みんな。そうなんだ。そうで、自分がよく昔アースデーとかアースガーデンに関わってたんですけど、東京で代々木公園でやってて大きなイベントなんですけど、そこでハチはいつもこう一番盛り上げる人たちだったんですね。うん、間違いなく一番こうもうみんながグワーッと踊り狂ってるような状況に持ってくのがいつもハチで、うん、僕はもうど真ん中ので、ね、こう山ちゃんの前でこう、ここは俺の踊り場所だみたいな、お前ら時計ぐらいだいつも踊り狂ってたんですけど、まあ、それからなんか気がついたらなんで縁ができたのかわかんないんですけど、去年と今年のそうそうそう、あのセブンジェネレーションズウォークのちょっとサポートをやらせていただいたりしまして、こんな素晴らしいバイブレーションをこう共有できるようなね、ところにあります。すごい今回も声かけていただいて、ね、やれないかって話言ってもらって、ちょっともっと人集めちゃいけなかったなと思うんですけどね、こうもったいないなっていう、こんな素晴らしいバイブレーション。はい、すいません、なんか喋るの下手で。いやいやいや。じゃあ、 なんかちょっとみんなでシェアに、そうです、次、もしも話、うん、けんごさんとかもしもなんか